後ろにセットします。息を吐くタイミングで上半身を持ち上げます。2 3 4 5 6 7 8、右足首を左膝の上へ、左肘を右膝の方へ近づけます。4 5 6 7 8、足を変えます。右肘を左膝の方へ、2 3 4 5 6 7 8、足を伸ばし上げ、足首を交差します。2 3 4、簡単に交差して1 2 3 4、足裏下ろします。1 2 3 4、体を右に倒します。横向きのままアップ、3 4、膝を伸ばし、右肘と左膝を近づけ離します。6 7 8、今度は左へ横向きのままアップ、2 3 4、膝を伸ばして左肘と右膝離します。2 3 4 5 6 7 8、仰向けに戻って左肘と右膝、反対、3 4、早く1 2 3 4 5 6 7 8、もっと早く1 2 3 4 5 6 7 8、1 2 3 4 5 6 7 8、手足を伸ばして伸びをしましょう。になって手でマットを押し、上半身を起こしてお腹を伸ばします。右を見てお腹の左側を伸ばします。今度は左を見ます。上を見上げて少し体を揺らします。お尻をかかとの上に乗せて背中を伸ばしましょう。これでウエスト周り引き締めエクササイズのステップ2を終わります。ありがとうございました。ナマステ。